ピーン。今日はですね、一流シェフのね、りょうたがね、世界最速で作るカレーライスっていうものをね、ちょっとご紹介していこうかと思いますね。これやっぱみんな知ってると思うけどね、辛いんですけど、ちょっとバリカラでね、いこうかなと思いますね。5、6皿パックで、200、まあ、3分測りますか。そしたらもう先に、まあ先に火つけるっていうのはコツね。まず3分測りますね。で、大事なのは、これ水よ。700ってことは、半分、1400水必要だから、半分でいいから700だね。500の200、先にね。でも俺、濃い方が好きだから、まあ、これと、550に、もう50ぐらい入れるか。で、蓋しまーす。これ大事なポイントとしてはね、この水をね、これ北海道の水、これね、俺素人じゃないからさ、水道水じゃないからこれ、本格派の水ね、しかも、ちゃんと常温の水を使うっていうね、それが時短のね、よいしょ、そっちね、カレーよ、これね、半分、オールのよ、その間にね、ご飯、新潟県コシヒカリ、これ炊いてる時間なんかないから、これレンジよ、これ、今。こっちは次、冷たい水をね、準備しまーす。これか。この R って書いてある、コップに。スプーンもね、しっかりね。水こぼれちゃう。キッチンペーパーしてちゃんと置いたから。やっぱり、ね、シェフだから。で、まあバリカラね、だってバリカラ見てよ、35種類のスパイスですよ、35種類のスパイス、余裕だよこんなの、もう余裕。そしたらもうね、もう大体分けてきたんでね、カレーよね、カレーよね、スクイーシュ、いい感じだね、あとはもう待つだけよ。これ男の世界最速のカレーよ。ちょっとね、ストップウォッチもちょっと、静かにしてくれよ。うるせえよお前。というわけで今ね、お米もね、いやー水はうめえな。お米の方も今炊き上がるんでね、まもなく、あ、炊き上がりました。水ついた。スプーン。かわいいサラでしょ。乗せてきゅーし。あ、かわいい。うまくいきました。最大に紹介していくか。これはね。みんなカレー作ったら1時間とかさ、長い人はね、1日かけたりさ、ね、2、3日かける人もいるだろうけど、俺なんか3分クッキングだからさ、これ辛いんだね、やっぱり。美味しさの秘密はこちら。おお、どこ？キャロライナーリーパーブートチョルキアダブルブレンド。何言ってんの？よくわかんねえな。もうできましたよ、これ。もうこれは。これ。これ沸騰したらね、ちょっと温度をね、あんま煮詰まりすぎたらよくないから。ちょっとこんぐらいだね。で、これ、シェイキングよ。これを混ぜんのよ。これ、もう間もなく完成しますか、これ。もう、弱すぎたね。もうちょい強く。これ、あとはね、混ぜる。で、まもなくね、この男一流りょうたシェフによるね、キャレーライス、ほら見て、もううまそうでしょ。これよ、もうこれいったくよ、もう。もう35種余計なの入れちゃダメよ、もう本当に。何事もね、ほらそのまんまでいいよ。ほい、まもなく完成しますからね。ほら見えますか、皆さん。これですよ、男のカレーをね。して、手際いい男はね、この間に片付けをするっていう、このさ、で準備ですよ、これ。ああ、できました。あ、完成しましたね。バリから。これ。早速ね、持っていきまーす。
ここで大事なのはね、このダマになってるのをね、ちゃんと潰さなきゃっていうのがね、結構ね、ここ大事になってくるね。ここがね、素人にはまだ分かんないからね、ここしっかり溶いて、このスプーンでね、ちゃんと溶いてあげるっていう、この優しさがね、こういう優しさできる男っていうのがね、大事な男です。よし、できた。いいかな、止めますよ、火。はい、完成。じゃじゃーん、じゃじゃーん。あら、まだね、ちょっとね、若干まだ見て、あ、まだダメだわ、これ。まだダメっていうわけじゃないんだけど、なかなか溶けないね。もう一踏ん張りね。これ、もう本当は完成してるからね。これ完成ね。これ、普段だったらもうこれで OK さ。だけど、今日は皆さん見てるから、もうちょい丁寧に行くっていうだけで、本来もうね、もう OK。もう全然、もう OK ですよ。もう3分で完成しましたよ。まだもう、やっぱ視聴者の方にね、この黙る姿を見せたくないんで、もうね。僕個人一人で組んだったらね、黙って全然いいの。黙好きだから。うん。もう黙好きの亮太って言ったらもうね、有名ですよ。もうこんな感じで、もう大丈夫かな。ないでしょ。うん。35種類のさ、スパイス入って、あと何入れろっていうのも、これシンプル、is the best よ、もう。なんとね。贅沢なんてしないしない。うん。これこれ、ほら。もうカレーでしょ、これ。違う？ほら。もういいね。もう、早速、かけていきまーし。これね。うわ、間違いねえ、このスープカレーや。このスープカレーや、いったくよ、これ。ほら。これちょっとダマになってる感じもさ、これいいね、これ。肉みたいに。この上の方、わかるよ、ここ、ここ、ここね。これダマになってるでしょ。これが、もうお肉の代わりよ、これ。これがお肉よ。もうちょっと飛んじゃったね。そしたら、早速ね。これがうまいでしょ。でっきーし。間違いねえな、このカレーや。うまいね。ああ、結構辛いね。辛い。うまい、うまい。うん。これ、男飯だね。こんだけね、スパイス効いてたね。これ、おすすめだわ、みんな。うん、辛いがうまい、これ。バリ辛。これ、うまいね。うん。これ、1個で十分ない。この玉もさ、この肉みたいにね、なるっていう、この新しい発想。やってみなきゃ分かんなかったからさ、うん、こういう発想ってね、ものすごく大事でさ、うわー結構辛い。あのね、もう半分まだあるから後で食えるしさ、あの米もね、これコシヒカリのあの半分のやつなのよ今パックね。うん、これ半分のやつ、半分ちぎったからまたね、お腹空いたら夜食で食えるっていう、このうん、一石何鳥にもなるよね。うん、熱い。めえ。いやー、カレー久しぶりに食った。うん。うま。これは、これはもう。うん。こんなカレー作る早く見たことあります？皆さん。ないっしょ。俺ぐらいよ。このね、いろんなね、ものを食べて、歩いて、一周回ってもね、最速料理よ。うん、いや、これからもね、最速でね、作れるメニューあったんで、皆さんにもね、じゃんじゃん紹介していこうと思いますからね、本当にね。うん、うまい。うん。うん。うん、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 あ、じゃあ流し込んでね。うん、うん、あ、うん、あ、うん、うん、うん、あ、お、お、あー、そう結構ね、いいやつかと感触だよ、これ。水もしっかり飲んでさ、これね、これもうちょい待ったらね、もうさらにね、とろりとろり良くなるよ、これ。ほら、ふっ、やばかった。で、またね、いいレシピあったら紹介するからね。あ、あちゃい。
ごちそうさま。